今回紹介するのは「入門」ビッットコインンとブロックチェーンという本です。ビットコインと電子マネーはどう違うビットコインは本当に安全かメガバンクが仮想通貨を発行するなぜブロックチェーンは社会革命と呼ばれるのか 日本のメディアではほとんど語られない2つのブロックチェーンとは新しい資金調達法である ICO とは何かブロックチェーンによって経営者のいない会社が出現するビットコインをはじめとする仮想通貨そしてその基礎技術であるブロックチェーンについて。 Q&A 方式でわかりやすく解説入門書にして決定版の一冊取り急ぎの入門書ビットコインや仮想通貨ブロックチェーンという言葉がニュースで目につくようになったがこれって何なんだろうという人にはおすすめ聞きたかったことが質問形式で見出しになっており端的にまとめられた回答が書いてあります。 大体の用語の解説を網羅していると思いますまたそれらが社会に与える影響も代表的な事例を用いて描いているので分かりやすいですただあくまで入門書なのでここから興味を持った分野についてより深めていくと良いと思います個人的にはインターネットができなかった2つのこととして経済的な価値を送ること 信頼を確立することと定義しそれを可能にしているのがブロックチェーンの技術であるとしているところがなるほどと思いました。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。